デザクセエンジンは、個々のシリンダーの厳密な中心が、クランクシャフトの中心線から、わずかにずらして置かれているエンジンである。デゼクセはフランス語で、不釣り合いのを意味する。デザクセエンジンは大抵自動車用であるが、この用語は、蒸気機関にも適用できる。スクデリ、スプリットサイクルエンジンのアニメーション。もし中心からのズレが回転の方向にあるならば、燃焼。 膨張工程中に、クランクシャフトに加えられるて、この作用を増大し、シリンダー壁に対して無駄に加わる押す力を低減させる効果がある。従来型の4ストローク期間では、それぞれの工程が180度の定角回転を含み、完全な4ストローク燃焼サイクルについて、総計720度の回転を含む。デザクセン人は2つの下向き工程に回転角を加え、 二つの上向き工程から同じ角度を引き、4サイクルを合わせると720度のままとなる。典型的なデザクスエンジンは185度から175度から185度から175度の工程を有する。角度の差は工程長に対するオフセット距離の割合におおよそ比例する。工程長に対するオフセット距離の相対的比率は、 非常に小さなものからほぼ20%に達することまである。このデザクセ原理を初期に採用した一人がヘンリー・フォードであった。フォードは1930年代にフォードフラットヘッド V8 エンジンにデザクセオフセットを実装し、1940年代にさらに大きなオフセットを採用した。デザクセエンジンの仕様は現在より一般的となってきている。 ホルクスワーゲンの VR6 及び VR5 エンジンはオフセット 12mm のデザクセシリンダーを有する。フロントバンクのシリンダーはクランクの前方にオフセットしているのに対してリアは後方にオフセットしている。トヨタプリウスは 13mm オフセットしたデザクセシリンダーボアを有する。ヤマハ MT-09 オートバイはデザクセピストンを持つ初のヤマハ二輪車である。 フォードはオフセットクランクシャフトを有するドラゴンシリーズと呼ばれるエンジンを開発している。DKW やプフによって使われたすべてのシングルクランク、スプリットシングルエンジンは不可否的に高度にオフセットしたシリンダーを有していた。スクデリエンジンは高度にオフセットしたシリンダーを有する。圧縮機は燃焼、膨張シリンダーよりも大きくオフセットしている。利点は 下向きの燃焼、膨張工程中にコンロットを介したピストンから、クランクへのより良い水力線が得られることであるが、振動とボア壁が押されるといった欠点を持つ。ありがとうございます。